はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、当酒。ね、まあ、以前飲んだデルカップ。デルカップの甘口バージョンです。前回飲んだのが、辛口だったんで、今回は、辛口じゃなくて甘口で、ね、飲んでいきたいと思います。これはですね、値段200円ぐらい。です。デルカップは、高麗人参、クコの実、マムシエキスなどの自然の成分を溶け込ませた美味しい健康の酒です。主な原材料、カシス、リュウガン、サンザシ、ケイヒ、クコ、高麗人参、マムシエキス、カラメル色素、酸味料、香料、となってます。アルコール度数がね、12%。容量が 50cc です。まあ、かなり前回の飲んだデルカップよか。まあ、度数がそもそもかなり低くなってる。2分の1以下ぐらいになってるんで。乾杯。あ、甘い。若干甘い。結構甘い。ちょっと梅酒っぽいような。梅酒か甘くはないと思うけど。梅酒レベルの甘さですね。まあ、味はまあ、別にそこまで、癖が強くなくて、飲みやすい。飲みやすいんだけど、なんかね、辛口に比べると、ちょっと甘すぎる。なんか甘くて、これはあれだ、ビールでは多分うまいな、多分な。これはあれだわ、ビールでは多分うまいわ。これは絶対ビールで割ると、程よい甘さが、ビールで割られて。いい感じになるかと思います。まあ、でも辛口の方がなんか薬っぽい感じがするね。まあ、こっちアルコール度数12度。で、辛口が29度。倍以上違います。多分、効きも多分ね、辛口の方がいいと思うんだよね。効きっていうか。多分ね。まあ、これは、辛口に比べると、ビールに入れたらうまいなっていうだけで、これストレートで飲むときは、冷やして飲んだ方が絶対、まあ、どちらにしろ、辛口でもか。辛口でも甘口でも、これ冷やして飲んだ方が絶対うまいな。常温で飲むもんだと。特にこの甘口を常温で飲むと、よろしくない。別にまずくはないです。
けどなんか、別に癖もない、なく、なんか、鼻つまんで飲むと梅酒飲んでんのかなっていうレベルなんで、対して効いてるのかっていうか、薬味っていう感じの意味では、うん。全然弱い。弱くてなんか、なんじゃこれ？何の酒って言うレベルですね。まあ、微妙かな。まあ、辛口。やっぱ辛口をビールで割った方が、ビールで割ったりして、もしくはロックでいただくのが、まあ、ベストじゃないかなと思いますが、まあ、わざわざこれを飲むこともないでしょう。ね、香りも若干弱い。ので、おすすめは、三つ星で。3433です。ご視聴ありがとうございました。もうあれ、度数が12度で、この容量だからもう速攻飲んだ。速攻飲んだったわ。